久保さん、最強のツールですね。はい。まあ、あのね、メッセージ久保さんいただきまして、特に、あ,あの、まあ、ちょっとね、メッセージ読,読ませていただくと、この前ね、ワンツー動画40本ぐらい撮ったんですけど、まあ、一人から、あの、レスがありまして、動画ありがとうございます。自分に向けられる動画は心に染みました。今年の初めから、えー 本業の方は給食で何か動かないと人生変わらないと1、2ヶ月経ってネットビジネス関連で稼ぐ環境を作っています。結構ググったりする,する気分の時があるので、吉谷さんの動画を見つつ熱量を上げて頑張っています。特に、億万長者リターンズと吉谷の流儀を聞いています。引き続き頑張っていますどうですかね。<laughs> 億万長者リターンズ <laughs> 久保さんに送ってんすけどね <laughs> ど。久保さん <laughs>。まあ再生数ね、1じゃないからね。 あれなんですけどだから、一人に送っても、レバリジかかるんですよね。だから、まあま、あこの、最初の元は MLM の話で、1対1のこのやり取りなんですけど、YouTube を活用すると、もちろん限定公開で本当に1位で送れますけども、別にそれを一般公開すれば、久保さん、久保さんとのこれ、ワンツー動画ですからね <laughs>。ぶっちゃけると。久保さんとのワンツー動画ですよ。で、 あのー、それでもやっぱ見られてるわけじゃないですか。が見てますみたいな。これすごくないですか,だから僕あの、無料プレゼントを配ったときは、あ、あのー、まあ、アンケートを取ってね、それを一般公開にするんですよ。で、なぜならば、そのアンケートを取って、悩み聞いてるんですよ。で、その悩みをワンツーで回答してるんですね、〇〇さんへで。 で、その悩みっていうのは、じゃあその人だけの悩みなのかっていうと違うわけですよ。だから一般公開しても価値はあると僕は思ってるんですね。うん。で、あとは僕はサポートを減らしたいんですよ。まあ別にまあ同じ質問来るんで別にやりますけど <laughs>。みんな、例えば今回のアンケート40人ぐらい来たわけですけど、まあ行動できないとかね。うん、まあそのマイ,ンドはマインドはダメだとかね。まあそういう感じで、まあまあだいぶ多かったですけどね。 うん、だからまあ,あの、結局悩み一緒なんで、うん、ただそのセールス動画ですね。もうがっつりセールスするときはあの、1対1の、ね、限定公開で送ったりしますけどね。使い分け今してますけど、うん、基本無料でアンケートを取った場合は一般公開してます。なんでかっていうと、悩みは1人の悩みではなく100人の悩みであるということでございますね。うん、だからすごく良くないですか <あ>の <laughs> だからほんとねサポートスタッフいらないのはやっぱこれなんですよ僕もサポートスタッフいらねえなと思ってるんですけどずっと雇う必要もないし自分のサポート動画を大量に作ればもう満タイみたいなね <laughs> 勝手にと見てくれればまあどんどんお問い合わせ減るじゃないですかだって同じことを回答してるわけですからね <laughs> そうなんでまあ そう、吉谷の流儀もね、与沢さんの、与沢の流儀パクって、与沢さんもうな辞やめちゃったからね <laughs>。吉谷の流儀はもうや400、もうちょっとで500本くらいいくと思うんですけど。うん。まああれも多分1000本は僕取ろうと思ってるんで、1000本取れば多分、ずっと、まあ、マインドが弱い人とかは聞き続けてくれると思うんで。弱ったなと思いますね、あれは。うん、<laughs> ま,まあまあまあ、ぶっちゃけもうネタないですけどね。 吉谷の,の流儀はもうネタないんですよね。あの、やれなんで結局。僕の流儀はやれですから。まあ久保さんが最後ね、思考は実現化するってお話ししてましたけど、結局やらないと何もなんないんで、思考してもやらなければ意味ないと。<laughs> でも思考することは大事ですよ。思考することは大事なんだけど、やらなきゃ意味ないってことなんで、まあ結局やれなんですけどね。まあ何をやるかですね。 仕事を、あの、今の会社の仕事をやるのか、YouTube をやるのか、じゃあその後の3年後、5年後、10年後、人生はどう変わってるでしょうか何を引き寄せてるでしょうか ?10 年、今の会社に、えー、仕事をやりました。集客はできてるでしょうか ?10 年後、YouTube を毎日アップロードしてたら、10年後、誰かを引き寄せてるんちゃいますの集客してるんちゃいますのいってらっしゃい。